皆さんこんにちは、しだゆみです。今日はですね、SHEINで久々にお買い物したので、それを紹介していきたいと思うんですけれども、今回2回に分けてお買い物して、1回目でね結構点数買って、届いた時にあ、これも忘れた、これも忘れたって言って2回に分けて注文したんですけれども、合計33点ほど購入したので紹介していきたいと思います。最近私ピスタチオにハマってて服もピスタチオだし、このね豆乳、今ハマってる豆乳もピスタチオだし、お供につまんでるのもピスタチオだし、ピスタチオ人間です。買ったのは洋服はかなり少なめで、小物系だったり、あとなんだろう、生活雑貨とかベビー系を結構買ったので紹介していきたいと思います。じゃあまずじゃん、カーディガン。これはね、なんか寒い時に羽織るのって私持ってなくて、これを買っときゃいいでしょうっていうベージュ。私口コミめっちゃ見るのよ。これだったらなんか L のは可愛く着れるとかいっぱい書いてあったので買ってみました。服はこれで終わりです。次にバッグを買いました。じゃん、こういうキルティング素材っていうのかな、こういうバッグなんですけれども、これはね結構ね入るって書いてあって、こんな感じでね、真っ白いバッグなんですけれども、これは何に使おうかっていうと、陣痛バッグとか入院バッグに活用したいと思います。続いてじゃん、白と黒の、これはあれですね、肩紐がないバージョンのインナーなんですけれども、ずり落ちてこないかすごい心配だったんですけど、レビューに書いてあったのが全然ずり落ちてこないということで信じて買ってみました。そして続いては雑貨系、小物系かなに行きたいと思います。こちらを買いました。これはメッシュのメイクポーチです。お家にいる時に結構ちっちゃいポーチの中にパンパンに詰めてて、その中から取ってメイクとかしてたんだけど、さすがにね探すのがめんどくさくなってきたということで、メッシュの何でも入るポーチを買ってみました。そして次これはスーパーの袋とか入れてね、バーって入れて下からこうスポッて取るやつなんだけど、冷蔵庫の横とかにくっつけるやつなんだけど、これね色がね選べなかった、これ一番当たってほしくなかったの、一番当たってほしくないやつが当たってもうて、まあ、しょうがないよね、そういう時もあるよね。はい、そして次、じゃん、これもメッシュのカバンですね。メッシュのカバン、これは何に使うかっていうと、今はねなかなかもう行けないんだけれども、温泉とか行った時に濡れたシャンプー入れてても水が切れるから、これをね温泉にそのまま持ち込めば楽だなと思って、いっぱいポケットが入ってるからね、これすごいいいと思う、早く使いたい。次はこちら、これはね一回お試しで買ってみたんだけど、安かったからね、靴を洗った時に外に干すやつ、靴をこうぶっ刺してね、これは どうなんだろう、いいのか分からんけど、ちょっと買ってみました。そして次、じゃん、腕のウォーマー、車の運転とかしてる時にやっぱ夏とかになってくるとね、腕がねどうしてもね焼けちゃうので、こういうのを買ってみたの。これで日焼け対策をしようかなと思って今年の夏は焼かない宣言で行くから、去年一昨年だけかな、すごい焼いちゃってめっちゃ怒られた記憶があるから、怒られるのはゴリゴリなので、はい、こういうのを使って日焼け防止をしていきたいと思います。はい、そして次、じゃん、これはエコバッグです。エコバッグね、なんか白いメッシュ素材のエコバッグを使ってたんだけど、だんだんちょっと汚くなっちゃったので黒いやつを買ってみたんだけど、折りたためるし、しかもなんかめっちゃ入るみたいで、スーパー行くとやっぱさ袋だけで5円取られたり7円取られたりするじゃない、それがもうバカバカしいなと思って、ちゃんと持ち歩こうと思って、よいしょ、大きさこんぐらい、まあ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 結構入るんではないでしょうか。中に内ポケもついてて、この中に多分収納すると思うんだけど、これをね、かわいい。はい、そしてじゃん、これは2個買って、
広げるとこんな感じになってます。癖がついちゃってうまいこと広げられないんだけど、この中に靴下だったりおパンツショーツだったり入れていきたいなと思います。これはね、旦那さんと2人で使おうかなと思って買いました。ほら、これも2個買ってる。これは同じ感じかな、同じ感じなんだけどすごい入るね。これ靴下かな、靴下用で買ったやつだと思います。こっちがパンツ用、こっちが靴下用で2個買ったんだと思います。あれ、これもなんかこれとどんだけ収納すんのって話なんだけど、あとはでっかいやつだね。でっかい収納、これ多分3点セットのやつかな。これ3つで3点セットのやつを買いました。まああればあるだけねいいと思うのでね、シーンって安いからね、どんどんカゴにぶち込んじゃうんですよ。そして次、じゃん、ハンガーです。これはねすごい画期的だなって思ったのが、ズボン、ジーパンとかそういうのを5枚かけれるの。1、2、3、4、5、そう、デニムって多くなりがちじゃないですか。なのでこういうのでデニムかけてシュッとクローゼットにかけとけば、収納スペースもねちょっと余裕できるんじゃないかなと思って買いました。はい、そしてこちらもまたまたハンガーです。これは一つ一つのやつです。ズボンをかけるやつ、意外とハンガーってさ高いよね。高いから安いところを探した結果シーンにたどり着きまして、このセットです。次はこちら、これは電気です。シーンですごい人気みたいで、例えば玄関とかにこれを置いとくと入った時に勝手に明かりがパッてついてくれるやつらしいんですよ。私は玄関とあとは物置、電気ついてないのでこれを2個ね買ってみました。3つ入れなきゃいけないね。続いてこちら、これはねアクセサリーケースです。こういうのネックレスとか入れて保管するようです。保管用としてもいいと思うので、こういうのね結構な量入ってるので買ってみました。続いてピアスです。これはね可愛いなと思って買ってみて、つけるのが意外と大変そうなんですけど、とりあえず安かったのでポイってカートに入れたやつです。あともう一つはシルバーの丸いピアスです。カジュアルなね服を着た時に合わせたいなと思います。そしてこれ、丸い板、お風呂とか入る時にネックレスとかねそのまましちゃってお風呂入りがちなんだけど、それだとやっぱりねネックレス良くないみたいで、洗面所とかに置いといてネックレスとかをポンって置けるように買いました。そしてこれ、これはお風呂場に置く毛剃り、こうやって引っ掛けるやつ。そして最近眉バサミをなくしちゃったので、これめっちゃ安かった、右手専用節付き眉ハサミ、はい、眉ハサミはね結構使うので。そしてじゃん、リップケースです。結構入んじゃない、にしろやとにしろやとにし24本、こういうのねずっと欲しかったの私で、どこに行ってもないなと思ってたらシーンで売ってたので、うわ神と思って買いました。これはリップの収納ケースです。そしてじゃん、こちらはブラシの収納ケースでございます。よくわかんない入れ物にブラシを収納してたので、さすがにね変えようと思って買ったんですけど、ちょっと残念、亀裂が入っちゃってるわ。まあしゃあないね、亀裂入ってるけど使いたいと思います。はい、そしてベビベビー商品、シーンめっちゃ可愛いのね。じゃん、スタイスタイはこちら、私の大好きな水色と、これは何の色かわかんないんだけど、こういうね色のスタイを買ってみました。そしてあのね、シーンってガーゼがすごい豊富なの。じゃん、 100% コットン5枚入りで、怪獣さんの絵が描いてるかな。ガーゼはいくらあってもいいってネットに書いてあったので買ってみました。そしてこちらもガーゼ、可愛くない、こういう素材のさガーゼ超可愛い。厚めのガーゼなんですけれども、これは何用かっていうと沐浴用、生後1ヶ月までは沐浴をしないといけないので、これはねこうやって赤ちゃんの中とかにかけれるように買いました。そしてまたまたガーゼシリーズです。じゃーん、これはね種類とか選べなかったからあれなんだけど、ライオンとか入ってますね。
あ、これもわりかしちゃんとしてていいね。かわいい。かわいくない？ 4 枚入ってて、で、こっちもガーゼです。かわいいと思っちゃっていっぱい買っちゃうよね。かわいい。これもガーゼ。ミルク飲ますときにね、こうやって挟んでやってあげたり、汗を拭いてあげたり。ガーゼは消耗品なのでね、たくさん、はい、買いました。そしてラスト、じゃーん。これはガーゼケットっていうのかな、おくるみとかでっかいやつなんだけど、意外とね薄いね。薄いわ。写真で見たのと違うシリーズが届きましたね。こんな感じ。結構薄いんだけど、まあ夏に使えるかなと。我が子は夏生まれなのでね、こういうのをさっとかけとけばいいんじゃないかなと思い、虹柄が可愛くて、とりあえずガーゼケットね買ってみました。こんな感じで33点買ってですね、合計金額が9157円です。1万円いってないっていう、この量でね。ハズレとかね、色とか選べなかったりはするけど、安くて可愛いのがあるってね、最高だと思うので、いい買い物ができたんじゃないかなと思います。 SHEIN の購入品紹介でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではバイバーイ。